じゃな。意味わかんない。それじゃね。
おう、おかえり。あのさ、ありがとう。どうしよう、好きになっちゃったみたい。永瀬くんのこと。ありがとう。帰ってきたか。
おう。ああ、そういやさっき外の様子見てきたんだがな、後で少し散歩に出よう。お前と七子と三人で行っときたい場所があるんだ。ああ、それとな、これをお前にやろう。俺と七子が使ってるのと同じやつだ。これはお前専用。後で名前書いておいてやるからな。ああ、大事にしろよ。俺たちは、だからお前のカップも七子のカップも忘れるんじゃないぞ。ああ、そろそろ出ようか。行こう、お兄ちゃん。夜だと怖い。お父さんとお兄ちゃんと一緒で楽しいね。はしゃいで落ちるなよ。ここに来たの？お前ずっと来たいって言ってたろ。そのうちまた3人で天気のいい日に弁当でも持ってこいよな。うん、やったー。ねえ、もっと川のそば行っていい？魚寝てるかもしれないよ。わかったわかった、足元を気をつけろよ。あの子のあんな顔、久しぶりに見た気がするな。俺はこれからも千里を引いた犯人を追うけどな、それはもう何かから逃げるためじゃない。俺がデカだからだ。こんな簡単で当たり前のことすら俺はいつの間にか忘れちまってたんだ。大切なことはみんな、お、本当に感謝してる。この町はな、俺の町だ。七子やお前のいる俺の居場所だ。だから俺はこれからもここを守って生きていく。デカとして、父親としてな。待てこら！くそ、しつけんだよ！なんだ？って、あいつは。おい、どうした？堂島刑事。すいません、お休み中。なことは気にすんな。あのカツアゲグループです。最近噂になってる。カツアゲだ？ちゃく、しょっぱい真似しやがって。お父さん、行くの？おう、悪い奴らを捕まえるのが俺の、いや、お父さんの仕事だからな。
悪いが7号を頼む。おうよ、俺を誰だと思ってる。泣く子も黙る稲葉署の堂島だぞ。だからお前たちは安心して先帰って寝てろ。おりゃあ、あてこのクソガキども。お父さん頑張れ。お父さんかっこいい。先お家帰ろ。帰ってお風呂沸かして、あと一緒に夜食作ろ。七子お腹減った。うちもこういうのやろうかな。ガンモグシとかいけそうじゃない？はんぺんコロッケとかどう？お、リセちゃんじゃないか。町の助役さんでしたっけ？こんにちは。いやいや、聞いたよ。今度の撮影の話。おや、聞いてない。カナミンだよ、カナミン。増田カナミちゃん、すぐ近くで映画のロケするんだろ。この町にも寄ってってくれるといいんだが。そうだ、リセちゃんからも頼んでみてくれんかい。カナミンっていうか関係ないし。けど待てよ、何人くらいで来るんだ。あの辺は小ぶりの民宿しかないはず。もしかしたら天城屋さんに来てくれるかもな。よし、さっきのマネージャーって人に言っておかなきゃな。ああ、リセちゃん、よかった会えて。井上さん、
今日は何の用？いや、ロケ地の下見で近くまで来たから会えればと思ってね。答えを聞きたかったんだ。もう一度君の口からちゃんと。本当に復帰は未定のままでいいんだね。私戻らない。そうか、うん、わかった。これで僕も新しい仕事に専念できる。僕は今は増田かなみの担当なんだ。ほら、映画の話あっただろ。君の後任かなみに決まったんだ。僕らはかなみを売る。きっと君と同等、いやそれ以上にかなみの人気は高くなるだろうね。そう。でもかなみは普通の子だ。それでも売れるように僕らは作る。君には光があった。飲み込みの速さ、空気を読む力、時には強く時には弱く見える繊細な笑顔、何より年離れした演技力。他の子がどんなに望んでもいけない高みへ君は行けたはずだ。僕のおこがましい押し付けだけどね。だからせめて君自身の口から今の答えを聞きたかった。じゃあとにかく元気で、体には気をつけてね。何よ、卑怯じゃん。答え言わせた後にさ、そんな言葉現役ん時一度も聞いたことないっつーの。演技力？そんなの何よ、今さらいろんなこと言って遅いっつーの。いや、なんで涙なんか出んのよ。意味わかんない。悲しいことなんか何もないのに、悲しいことなんか。先輩、私泣いてる自分よくわからないよ。ダメだよ、明日目が腫れちゃうな、きっと。私なくしちゃった。なんかわかんないけど全部なくしちゃった。怖くて寂しくて。何これ。先輩お願い、ここにいて、私のそばにいて。先輩。私には先輩がいる、みんながいる。何もなくしてなんかない。私を必要としてくれる人がちゃんといるよね。
わ。帰る。頭ぐちゃぐちゃで。もっとね、よく考えてみる。もう何もなくしたくないから。またね、先輩。リスト嫌い。口だけの人間、嘘つきの大人、世間体とかいうやつ、正義の顔した偽善者、自分嫌い。バカ。好き。動物可愛いのだけ。猫とかミルクティー、レモンもいいけど、黒、青、グレーも、濃いのは許す。あと、私。何なの？
ちゃん。でももうあなたに会いたくない。ごめんね。今までありがとう。さようなら。帰ってきたか。
おう、おかえり。
中島修です。お母さん。それじゃあ。
続いて気象情報です。今日は終日あいにくの雨となりました。この影響で稲葉市方面では今夜半から明日にかけ濃い霧が予想されています。